どうもー。はい、ということで、ね、今日なんですけど、はい、僕の彼女のりなちゃんとね、あの彼女じゃないです、あなたの、ちょっとこちらをね、はい、中で止めないでください。中華街ね、ちょっと加害に来まして、やめてください。ちょっとまあ、怖かった。中華街ってことなんでね、まあいろんななんかこういうなんかこの中可能お店があったりとか、もう中華っていうのやめてください、お願いします。なんかいろいろあるみたいなんで、まあちょっと食べ歩き、食べ歩き、うん、まあデートといえば食べ歩きなので、もういいですって。ちょっと食べ歩きのデートをね、ちょっとやっていきたいなとちょっと思います。はい、なんでデートしなきゃいけないんですか。じゃないのに。ちなみにリアちゃん、なんかこうか中華で食べたいものがなんかある？特にないんです、別に。まあまあ強いて言うなら、強いて言うなら。強いて言うなら、中華で、うん、エビチリとかですかね。あ、エビチリね。はい、まあね、はい、ちょっとまあ、やめてください、それ。衝撃映像になっちゃうから。まあじゃあリナちゃんがそういう風に、まあ、エビチリ食べたいってなったら、うん、まあせっかくだったら、まあ、エビチリをね、食べさせてあげたいなと思います。いいですって、だからもう、はい、それでは、よく食べ歩きになさそうなもの行ったのに、行ってみよう。いいです、行かない。ということで、はい、なんかちょっといろんなお店あるみたいだから、ああ、そうですね、うん、じゃあ早速なんかちょっと俺お腹空いたからさ、はい、ちょっとなんか食べたいなと思って。ああ、勝手に食べてください、それは、うん、知らないんですよ。ちょっとなんかお店探しに行こうか、はい、どうぞ勝手に探してください、それは。 あ、ね、はい、あ、でもなんか、はい、ここなんか、はい、豚まん、ああ、ある、結構いいじゃないですか、並んでるからね、はい、美味しいんじゃないですか、すごい並んでる。まあでもエビチリじゃないからな。あ、エビチリ探してくれてるんですか。あ、いいですよ、別に。あ、そう、いや、ちょっとエビチリどっか食べるとこ探しに行こう。いいですって、別に。あ、さあ、ありますでしょうか。ありそうですよ、うん。あ、パイナップルケーキ。お、いいですね、中華街っぽいじゃないですか。美味しそう。ココナッツの焼きお菓子だ。お、いいじゃないですか。ね、ちょっと食べてみたいな。お、どう食べればどうですか。まあでもエビチリじゃないかな。いいですって、エビチリ探さなくて、別に。そんな食べたいわけでもないし、ね、エビチリ、どうかエビチリで並んでるお店ないかな。あ、見て、はい、なんかん占い。占い、なんか楽しそうじゃないですか。みなちゃん占い好きなかった。あ、割と好きですよね。え、はい、占いやってみたいなみたいな感じで言ってなかった。あ、結構やってみたいかもしれないです。はい、500円ですか、はい、まあでもエビチリじゃないからな。いいんですって、だからやりたいって言ってるじゃん。じゃあちょっとやってみます。いや、いいんですか、 やりましょう。いいんですか。やるんですね。今おいくつ、私26です。 26?、はい、お二人お付き合いをされてるの。はい。あ、そうなの。してないです、はい、あ、どっちだろうっけ。してない、してないです。微妙な感じです。そうですね、若干友達色は強いんですよ。あ、僕たちがですか。そう、僕たち。あ、恋人みたいな感じですごいドキドキするとか刺激があるってよりも、うん、これ同じ釜の飯を食うって意味だから、うん、どっちかって言ったら夫婦とかに向いてる感じですか。そうなんだ、だからそう、夫婦とか例えばね、うん、なんかいつも一緒にいるメンバーっていう感じだけどね。あ、鍵がね、やっぱお姉さんで出てて、これね、うん、結構強いよ、シン、お姉さん。ね、今すごい可愛らしくてね、優しい素敵な女の子だなって思うかもしれないけど、はい、これ核って変化だから、核、革命、はい、で虎になるのよ。虎になるの。お姉さんの、ね、こういうしっかりした強い一面とか、やっぱ、はい、交際、やっぱ女性がリードするような感じになっちゃうかもしれない。あ、だからね、ある程度主導権ちょっとお姉さんに握らせて、例えばどこ行きたいのとか聞いてて、うんうん、そこからどん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 やっぱ情が生まれてくるから、うんうん、そういうのステップ踏むのが大事になるって出てますね。なるほどなるほど、うん、でステップ踏んでったら、まあ全然もちろんもちろんいける感じ、恋愛関係としても。そうそうそう、でね、あるよ。お姉さんのその、しっかりした部分、強い部分、それもちょっと認めてあげてねって出てる。なるほど、うん、はい、一回手相をね、占ってもらいました。はい、なんか話によると、はい、この手相のね、はい、この部分、うんうん、この部分って、はい、まあ、大体くっついてるらしいんですよ。うん、まあ僕、こっちもくっついてるかな。あ、こういうふうにくっついてるじゃないですか、この部分ね。うん、で、リアちゃん見せて。ここはちょっと幅があるんですけど、これがKY 線って言って、ここの幅があればあるほど空気が読めないらしいです。はい、まあなんか当たってそうで嫌なんですけど、ちょっとあんまりやめてくださいね。ちょっとね、空気の読めない虎っていうことで。
結婚する側の秘訣はあのりなちゃん の言うことをあのどんどん聞いてあげるといいよっていうふうにあの覚えとかないでください言われたのであの、はい、うん、好きなお店行こうね。お姉さんも何を占わされたんですか。美味しそう、うん、これエビチリとかってありますか。エビチリだけよ。エビチリだけ、うん、一応ここにあるのエビチリだけらしいから何選んでもそれはちょっと嘘すぎますよ。あ、これがいいな、欲張り串。欲張り串、いや欲張り、ここはのっぴきできます。食べます。50円サービス、うん、私はお願いします。私はあこれあいいじゃんこれね。じゃあ欲張り串一つと、はい、あとこれこのいちごね、はい、いちごだけミックスどちら。いちごだけ、いちごだけ、うん、はい、どうぞ。はい、リキータで3分できます。少々お待ちください。あ、ありがとうございます。はい、すげえ、めっちゃいいじゃんこれ。かわいい、嬉しいです。うん、結婚する気になった。あ、なってないですよ。ああ、ま、別にあそんなちょろくないです。あ、そっか、はい、なんないですよ多分あれ通りにやっても。結構なんかそのいちごのなんかこのいちごのこのこれやつあるけどさ、これはないんですか。これもなんか中華なのこれ。あんまそんなことないと思います。日本のとそんな変わらないと思います。中国は発祥とかでもないと思います。あ、そうなんだ、はい、うん、多分なんか売れそうだから売ってるんじゃないですか。あ、そういうことなんだ。そうです。やけに売ってるなと思って。これ売ってます。あ、中国はやっぱ中国だと商売上手だから取り入れるんですよ、うん、これ売れそうなやつ。なるほどな。そうタピオカとかもいっぱいありますけど中国発祥じゃなくて。確かにタピオカ台湾とか、台湾とか、あ、じゃ中国か。ちょっとあんまりそう、台湾を中国するってなんか良くないですよね。はい、ということで、はい、こちら買いましたけど、はい、買いましたね。じゃあちょっと、はい、食べちゃおうか。わかりました。はい、食べます、うん。いただきます。ああ、お、あ、お、近いです、漬物。こんな感じで近いじゃないですか。あ、いや、Vlog、うん、Vlog にならないです、これ。あ、甘いいちご飴です。へー、はい、パリパリしてて、外がちょっとパリパリして、音取らして。あ、いいですよ、全然、はい、ASMR みたいな感じで。終わりました、はい、はい、はっはっ、こんな口言わなくてよくないですか、それ。あ、恥ずかしいんで、ちょっとあの、すいませんけどそんなに、そんなに使わなくていいです。あ、ごめんごめん、そっか、音聞こえますよね。近かった、はい、あ、ごめんごめん、うん、じゃあ、俺、欲張り串食べていい、ちょっとこれいいですね、それ美味しそうです。これ4種類、多分これ違うやつが、そうですね、入ってんですよ。すごい、ん、なんだこれ、シュウマイ。あ、みたいな、小籠包とかじゃないですか。小籠包、シューマイかな。シューマイですかね。次は何でしょうか。次、うん、エビシューマイ。え、美味しそうですね、エビシューマイ、うん、いいな、それ。はい、というわけで今日はね、うん、中華街で飲み込んでから喋りましょうよ、うん、食べ歩きのちょっとデートだったんですけど、口の中入ってんのにまだ、うん、デートと思ってないですし、私は。どうだった、ちょっと点数つけるとしたら、これ点数をつけるんですか、うん、うん、まあでも本当に、うん、こういうところをおでんさんと来たくないので、0点です。クソ小さいクソがって言わないでください。もうそんな小さい声で反論するんだったらいいじゃないですか、言わないで、そんなクソがなんて。ちょっとハトが集まってきてて、ちょっと一斉にハトが飛び立ったりとかしたら嫌なんで、ちょっと、そんな配慮していただいて。自分でしょ、何ですかこれ選んだの。いや、まあそれでもことに対して言ってないですよ、別に。そのだから俺だって、だから俺だって、はい、リアちゃんだってそんな、はい、欲張り串にすればよかったのに、はい、うん、自分がこれ選んだから全然その、ね、中華街を感じられなかっただけでしょ。別にそれに対して何も言ってないですよ別に。私ももっと、うん、それで点数が低くなったとかじゃないです。エビシューマイとか食べたかったなと。そこじゃないです、うん、食べなかったから15点。自分が頼んだでしょ。違います、
そもそもあなたと食べ歩きとかをしたくないんですよ。まあでも言ってるんです次のデートもっとりなちゃんに手術つけてもらえばまた頑張ろう。いいですか、本当に頑張らなくていいですから。バイバーイ。